シーズン始めって特に車の事故なんかも多いと言いますよね。過信することなく冬タイヤ履いていてもですね、安全運転を心がけてください。で、冬タイヤなしでの走行っていうのがもう難しい地域も増えていますので、お控えいただければと思います。そしてここからはいただいているウェザーリポートで各地のお天気を見ていきましょう。まずは北海道ルチフィーニャンさんからいただいております。にゃーんって言ってましたね。中富良野今のスタッフさん動画から聞こえてきたんだぞ。にゃーんって言ったって思ったらスタッフさんが今のスタッフさんの声ですか。かわいいとか言ったらスタッフさんの声出す。じゃあ私だけ今聞こえたの。泣いたと思ったらバラしちゃった。猫ちゃんが泣いたんだと思って騙されちゃった。楽しい食は大変失礼しました。私だけが今ね聞こえていたみたいですね。猫ちゃんの動画あ聞こえました。マイク拾ってたそうです。スタッフさんもリポート見ながらテンション上がっちゃうくらいには可愛い動画もうご覧くださいよ。この可愛さ、雪と猫の組み合わせでなんだか珍しいイメージがありますよね。動画の音だと思っちゃった私。でも確かにこれはもうね声を出したくなるくらい可愛い動画です。ありがとうございます。基本的にね長毛種って寒さ知らずですからね、結構寒さに強い子なんだと思いますが、雪の上を歩いている姿というのが伝わってきます。ルチフィーニャンさんありがとうございます。そして可愛い鳴き声をスタッフさんありがとうございました。騙されちゃいました。普通に猫ちゃんだと思っちゃった。さあ、当てる子したくない。何の話でしたっけ。雪が降ったんだよっていう話ですね。雪が降るくらいで、雪雲の流れ込みっていうのは日本海側、北日本を中心にまだ続いておりますので、これからお帰りになる際も寒さと路面状況の悪化にお気をつけいただければと思います。